今回がラストです。最後の一人となる参戦者をこれからご紹介します。Final character. こちらをご覧ください。Dude, I don't even know. They could literally be anyone.That's a good way to end it. Is it taboo? That'd be sick.Something to do with fire. What is it, cinder rays? Is it actually cinder rays? That'd be so funny. Wow, they actually did it. They actually got Disney. No way. That's crazy. What if they just said Cyclone?That's nuts, dude! Wow. What if he said, just kidding? Please tell me he's... Oh, he's so funny. から空の参戦です。私の会社名と同じだな。偶然ですが。ちなみに空とは英語で言うスカイのことです。これ、海外向けの親切な説明というやつです。まずは原作のご紹介から。キングダムハーツとは、wow.2002年からディズニーとスクエアエニックスにより展開されている作品です。ディズニーの各種作品の世界を股にかけ冒険するアクション RPG シリーズで、ソラはその主人公。シリーズは単に及びシステムや主人公が変わることもありますが、基本的にはソラの物語になります。 So really no crash? ご協力を得てここにソラの参戦が実現しました。なんと That's surprising. 早速 No crash. スマブラでのソラをお見せします。本当にいる。 Damn, he looks good as shit. He looks so good. 右の人ではなくて、like, in the game. Like, he just looks good. キーブレードを携えて、スマブラの世界に立っている。Dude, people are like, another swordy, goddammit! Another fucking swordy. Let's go. Yeah, he definitely was. 6年以上前、スマブラ4の時、スマブラ投稿権というアンケートを行ったのですが、新規参戦希望キャラクターの中でトップだったのが From the 3DS ballot. No way. From the 3DS ballot. 上位の各キャラクターを参戦希望するユーザーが各メーカーさんに激しく要望してしまうことにより各方面にご迷惑をおかけしてしまうからです。結果を発表できなかったことは申し訳ないと思っていますが、長きを経て今日の結果につなげられたことは良かったと思います。空の参戦がいかに難しくハードルが高いことか事情を察することができるほど、分かってくれると思います。Dude, Disney now owns Smash Brothers. 他のファイターが一人増えるのとは意味合いが異なります。Disney owns the rights to Smash Brothers. スマブラの舞台に立っています。
私としても驚くばかりですが、いろいろなご協力を得て、参戦に至ったという次第です。ありがたいことですね。早速ご紹介していきましょう。That's nuts. 例によって That's nuts. 発注のものなので、バランスは変わる可能性があります。またカメラは特殊なものを使っていることをご了承ください。これを言うのも最後ですね。今回のプレゼンでは空の声は英語になっていますが、日本語と英語が実装されます。ダウンロードコンテンツのファイターは趣向を凝らした個性が強いものが多かったですが、今回は比較的素直に誰でも使えることと思います。ただ、個性がないわけではないです。Stupid cheese jank bullshit with fucking win buttons. Yay, no more arson. Yay, no more. Just ran bullshit.Oh, he's really floating. Whoa! その分、挙動がふわりとしています。優しめです。Oh, that's cool. 大きな弱点ですが、体重はかなり軽いです。ヒゼさんや子供リンクよりもさらに軽いぐらい。質量という理由が、性質というべきですかね。つまりこれは吹っ飛ばされやすいことを意味します。Super light, super カラーバリエーションについても最後だし、おしゃれな空のことだから頑張ってみます。体型や顔は初代キングダムハーツの空で、彼が衣装替えしているようなイメージになっています。後のシリーズは成長して、髪型や体つきも違ってきますからね。ご覧ください。クリーン。1P2P3P4P のそれぞれが初代 1P2P3P4P つまりドリームドロップディスタンス、あと3風の衣装になる効果ですね。それぞれでファイターのアートワークのポーズも変えています。原作の劇中においてもソラのコスチュームというのは多彩に変わるのですが、特に基本となるシリーズの要素を抑えられたのは大変良かったと思います。But they're all black and red. 効果でしょう。It's a cloud issue. そして 5P 以降はそれぞれの服装を色替えしています。The first two are fine. Like, the original and the... 6P はキングダムハーツ2のブレイブフォーム風。7P はキングダムハーツ2のウィズダムフォーム風。Okay, okay, there's the first different one. 8P はキングダムハーツ3のアルティメットフォーム風。では、コピーはというと、これです。It's fucking Mickey Mouse! タイムレスリバー風。ちゃんとフェイシャル、つまり表情も専用に持っている贅沢仕様です。Ah, so gonna be fucking Mickey Mouse. これに伴い、ファイタースピリッツも5種になります。Just kidding. No, this skin's are all good. 2、3D、3、タイムレスリバー。DLC の中では最も凝ったコスチュームであると言えますね。では技の説明に移ります。映像配信も最後なので参戦ファイターの振り返りもしたいですね。This just feels correct, honestly. Just like looking at him with the pose. Yeah, this feels correct. よろしくお願いします。で、誰によろしくお願いします。 I mean, not having Crash is still just weird to me. And like Spyro, like with everyone they have.空の攻撃は原作も踏まえ比較的ゆっくりめに出ます。出だしのスピード的には不利だけど、攻撃が出ている時間が長い分打ち消しやすいという側面もあります。またボタン連打あるいは押しっぱなしで一部の技が3連コンボになります。これがあるとさらに原作っぽい動きになりますね。具体的には弱攻撃、横強攻撃、通常空中攻撃、前空中攻撃の4つが3連コンボになります。 So, jab, F tilt, nair, 前に入れて A forwarder 空中でそのまま A That's kinda cool 空中で前に入れて A I wonder how much damage they do 弱攻撃はスピード早め、攻撃力低め。横強攻撃は比較してスピード遅め、攻撃力高め。通常空中攻撃は牽制でオールラウンドに使え、 Bro, they introduced auto combos. 前空中攻撃はステージ外に追い込むのに使えます。こちらも This should have put auto combos in the game. Let's go. Let's go auto combos. 攻撃ボタンとジャンプボタンを同時置するだけです。
ブンブン振るっているだけでもある程度の脅威にはなります。Damn, look at him. ただし、ショージャンプからだとヒットしなければ3発目が出る前に着地してしまいます。Not good, ヒットしない牽制なら2発目にした方がいいかも。He just looks good. Like he's very visually appealing. コンボ中にボタンを途中で止めて別の技につなぐのもありです。ちょっと忙しいですが、空中途中止めの急降下で使用を繋げてもらっています。実はコンボと単発止めで相手の吹っ飛ばしが変わっていることがあります。これは横強攻撃コンボ一発目に注目してください。相手が吹っ飛ばないですよね。これは単発止め、相手が吹っ飛ぶ、威力も異なります。3連コンボ以外の攻撃、攻撃時間が長く連続ヒットします。見た目通り対空に使ってもいいですが、近ければ地上の相手を巻き込みます。Okay, so it's like 相手の蓄積ダメージ、literally like the ice climbers is up to 加えることができるかも。下強攻撃。隙は弱攻撃単発より少ないぐらいで使いやすいと思います。そしてこの浮かせて引き寄せられるような軌跡を見れば使いどころはなんとなくわかる。Easy combo, you can just do that into anything basically. 先ほどの上強攻撃などコンボの起点になります。空中コンボなども通りやすいです。横スマッシュ攻撃。大きく振りかぶってから打撃する技で、普通に使う上では撃墜の主力技。空の特徴から持続は少し長めかも。上スマッシュ攻撃。キーブレードから放つフラッシュで攻撃する技。隙の大きさから対空攻撃に使いにくいところもありますが、攻撃範囲は意外と広いです。中心で当てるようにした方がわずかに大きめに吹っ飛ばすほか、結果的に相手がかわしにくくもなります。先ほどの下強攻撃と組み合わせるのも良いかも。下スマッシュ攻撃、小ジャンプから下突きをする技。ジャンプするので足元の攻撃を避けつつ攻撃することができます。また衝撃波を含む攻撃範囲は割と広めです。That's cool.ということは一部ファイターに対する置き攻めにも使えるかもしれませんね。コチュームも変えてみました。次は空中攻撃。通常空中攻撃と前空中攻撃がコンボなので後ろ空中攻撃か。シンプルにバシンと叩きます。Dude, his aerial drift is crazy. I feel like that's so good. I think he's gonna be so good.Just like,縦回転しながら急降下攻撃します。後で説明しようと思いますが、他のファイターではなかなかできない運用になります。そして各種投げ、投げ前は比較的スタンダード。打撃は第三者にも当てられます。投げ後ろ、原作でもこういった投げをしますね。ぶっ飛ばしが高い上、他者を巻き込むことができます。上投げ。条件が揃えば空中での連続攻撃にも使えるかも。おお、はい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 。下投げ。Hey now。威力は低めですが、相手を引き離さないので、hey、隠しコンボなどがつながります。What was that? そして必殺技のご説明です。Yeah, yeah, yeah. Can we talk about what we just saw? またコスチューム変えます。通常必殺技魔法、なんと3つの魔法があり順次切り替えられていきます。ファイガ、サンダガ、ブリザガと蓄積ダメージ部分に常に装填されている魔法が表示されています。打つと切り替わると、打つたびに自動切り替えで次の魔法が装填されるので、使う側も対戦相手も次に出る魔法を意識すると良いでしょう。まずファイガ、まっすぐ横に飛ぶ魔法でボタンを連打することで連射できます。止めると次のサンダガへ。弾が大きめでリアクションが大きめなので中距離が得意な相手によく効きます。単発
発で放って、それを起点にいろいろな攻めをするのにも向いています。This guy looks cool。サンダガは雷撃がまっすぐ3つ目の前に落ちてきます。隙が大きく当てにくいところありますが、攻撃範囲が広く、最初の1発に当てれば3発とも当たるようになります。空中発動によるサンダガは地上よりも範囲が狭くなります。うん、ただうまく当てることで画面外押し出しにも有効に使えます。相手の行動を制限しやすいので、oh, ハマれば強いですが、くれぐれも隙にはご注意。That's very good。次にブリザが攻撃範囲は一番狭いですが、he's literally凍らせられる he's good. という特徴があります。無数の弾が出るので、当てるよりも直撃して発散させた方が良いです。Yeah, yeah. 凍らせられたらボタン連打などで復活を早められますが、原則的に蓄積ダメージが大きいほど長く凍っています。当然追加攻撃を与えるべきですが、消化中のダメージは半減します。できれば解除された時にヒットさせるのがおすすめ。So, それぞれ反射ができます。And this is the last Nintendo. This is the last Soccer I present. Final Smash Soccer I present. They haven't really said it's the last character of Smash Ultimate. Like, they haven't just outright said this is the last character that's going to be in this game. And this game is done with characters. Like, they haven't just like said it. They're like, this is the last character that Sakurai will be revealing for the game. So I feel like this will be like Sakurai's retirement, and then he passes it on to a new team or a new person, and they take over, and they do the next battle pass. And then maybe they announce like, they're working on another Smash game eventually, or they have plans for another Smash game.I want there to be another one besides Ultimate. I am not a fan of Ultimate. ウェアアピールでも順番に切り替わる魔法表現になります。In terms of all Smash games. エアロガ、ケアルガと。ただし、何の効果もないんですけどね。見てくれだけとはまさにこのこと。横必殺技はソニックレイブ。なんと今回2位の方向に飛べる技です。That one. 最初は必ず真横に飛びますが、この技によってかなり柔軟性のある飛行ができます。連続で飛ぶのはスティックを飛びたい方向に倒せます。That's sick! Yo, that is so cool! 2回目以降に近くの相手にロックオンをして飛びます。この時の攻撃力はより高く、また移動距離も多少長いです。ただし、地面に近い。Dude, this character is just auto combos. 移動はピカチュウや月光河の上必殺技に似てますが、I already know so many people are like Sword Bayonetta. They're like, it's a Sword Bayonetta. Sword Bayonetta. He looks so cool. He looks fun as fuck. I've always wanted to play Kingdom Hearts games. I've never played them before. That's just cool. 速度と距離が少しずつ落ちていきます。相手にヒットしたりシールドされても下がるので相手の近くで隙をさらさないようにご注意。コスチューム変えます。上必殺技はエリアルスイープ。回転しながら上昇し相手に連続打撃を与えます。 So it's like a quick link. リンクの空中回転切りに似てますが、yeah. こちらは地上にいても上昇します。吹っ飛ばし力もそれなりにあるのでうまく当てれば上空の相手を撃墜できます。なお上昇中、わずかに左右に動くことができますね。So, he did say it was... 誰もが頻繁に使うべき重要なポイントとして、上必殺技後、ジャンプの頂点では横必殺技、ソニックレーブにつなげられるという性質があります。Oh, just side B. Okay. とても大事なので、ぜひ覚えてください。画面のどこにいたとしても、空中ジャンプ、エリアルスイープ、ソニックレーブ、His recovery is...かなりの追撃ができます。もう空は空のものと言っても、Bro, his recovery. Look how high his jump goes. 例えば、Yo, his recovery. 空中攻撃、上必殺、横必殺。Oh my god. 上昇要素があれば十分です。Oh my god. This character is amazing. 空中ジャンプで制空権。Just look at him. Look at that shit. Damn, he looks sick as fuck.I'm playing this character. For sure. Yeah! I'm definitely playing this character. 上必殺から
横必殺で締めるのは必ずマスターしてください。これは逆にしても発動しないです。空中コンボを振り回し適当なところで帰るというのも結構です。 He looks fucking smooth as shit. Oh my god. 相手の復帰手段が攻撃系なら次にご紹介するカウンターを当てるのも良いでしょう。 Of course he's got a counter. 相手はそうじゃないかもしれないけど。というわけで下必殺技はカウンターなのですが、他のファイターのカウンター技と性質が異なります。これが普通のファイターのカウンター。相手の攻撃はピタッと止まっていますが中断はされていません。 Stop, not interrupted. こちらが空のカウンター。相手の姿勢が崩されています。これは原作にあったカウンターを再現しています。相手が少し遠くことは覚えておくと良いかも。例によって相手の攻撃力が高いほど相手に強い打撃を与えます。前方に対してカウンターするので後方からの攻撃は受けにくいです。必ずダメージを食らうというわけではありませんが、なるべく前で受けましょう。 So it's just like, I guess it'll stop it. I think it's like a multi-hit. 多くの弾は後方に流してしまうために反撃にならないですが、受け流し後に即攻撃するので近い相手の打撃にはなりやすいです。他人数戦なら第三者に当たることもあるかも。攻撃力は 1.4 倍ぐらいに増えています。Oh, that's gonna, that'd be cool. 受け流した弾は空に攻撃権があります。 It counts as his attack. 以上、技をご紹介しました。全員綺麗に登場させられたはず。Nice. 皆様お疲れ様でした。皆様って誰あれ最後の切り札はと思うかもしれませんが、ここでは説明を省略してしまいます。自らの目でご確認を。なお切り札の名前だけお伝えしておくと鍵穴の封印と言います。総合的に見てソロは非常に原作っぽい特性で動くことができます。お楽しみください。 He said you want to see the final smash? That sucks for you. 次にステージのご紹介です。 Because Disney won't let us show it.坂巻滝の底から遠くに見えるのは Gorgeous. Fucking gorgeous. Also, this looks legal. Kingdom Hearts の This looks tournament legal, but somehow the community is going to not legalize it. They're just going to be like, no, we should just play on Lila instead. It's like, why? Or no, we should just play.地形自体は比較的シンプルで、中央に板が近い。 Nintendo's giving us perfectly good ones like Smart Battlefield and this one. 戦います。 And we're okay. 原作地形が垣間見られますね。原作では難所だったこともあり、この地形を眺めながらいろいろ思い出す方もおられるのではないかなと。しかしこのステージ、単純にホローバスティオンを周回するだけではありません。制限時間が近づいたり、ストック数が減ることで、does not look that distracting. 試合終了が近づくと、というように背景が原作でおなじみの心の中の世界に遷移します。これはダイブトゥーハートと言います。 Guys, we have to make this stage legal. 登場キャラクターもいろいろあります。お見せしていきます。 That is so cool. Dude, that is so cool. We have to legalize this stage. This has to be tournament legal.Look at it, it's a. Oh my god, it's fucking gorgeous. Oh, but that's distracting. It's distracting me in the background while I'm playing my game. It's distracting me in the. Yeah. But when you boost the clouds, it's. Shit. Shit, you stupid ass. Legalize that stage, idiot! But I will play on Lila. I don't know why that's the voice that they have. But that's
Those are the kids who decide our fucking stage lists or some shit, I guess. They're just idiots like that. They're like, let's play on wild pack instead of these legal stages that they're giving us. This dirt in the background is distracting. I'm like, you know what's distracting? When I fall off the goddamn stage. Anyways. Hell yeah. Oh, that looks so good. Oh, look at him. Dude, he looks so good. Dude, this... What a great addition. I can't believe they actually did it. Bro, just straight up auto combos. Oh, they're doing stamina. I was like, why are things not launching? I just know so many. Oh, he's back. I just know so many of my friends who are just so happy right now. Like, good for you guys. Good for you guys. Yo, that's tight. I thought he said we weren't gonna see it. He lied. I forgot about that. That's the best Final Smash in the game. That's the best one. いい感じいいですよ。ストップが。ストップが。Come on, Sakura, I believe in you. Oh my god. Get out of his ass. Let's go, Sakurai. What? What? これでこういうふうにプレイするのも最後ですね。お疲れ様でした。次に音楽の紹介です。原作におけるそれぞれのワールドに紐づく曲の使用はできなかったのですが、それ以外の主要曲から検討しました。実装されるのは全9曲です。ステージがホローバスティオンであることを前提に、No, simple and clean. 代表的な曲をピックアップしています。全曲原作の音源そのままです。アレンジは基本的にはないのですが、連動企画というのがありまして、キングダムハーツメロディーオブメモリーという作品があります。これをプレイしていると、その作品内にあるディアリー・ビラブドスイングバージョンが追加されます。ディアリー・ビラブドは、タイトルで流れるキングダムハーツを代表する曲。対戦には合わない曲であり、原曲の実装は難しかったのですが、これでなんとか。なお、1曲だけ書き下ろしの曲があります。勝利時のファンファーレ、ハンドインハンドベースですね。ここはオリジナルの作曲家である下村陽子さんに書き下ろしていただいています。ありがとうございます。普通だったスマブラ用アレンジ曲もこれが最後になりましたね。原曲アレンジを含むたくさんの音楽家の皆さん、どうもありがとうございました。いろいろ仕掛けられてファンも喜んでいると思います。いや、I'm very satisfied with the music of this game. There's one aspect that is not lacking at all. アクア、テラ、リク、シオン、アクセル、ロクサス、みんな味方キャラクターですね。アクセル、アカは名前が被っている別のキャラクターがいますから、作品名がカッコでつきます。省略すると閉まらないので改めて配信日です。10月19日に配信予定。ファイターパスボル2があればそのまま受け取り可能、単体でも購入可能です。It's a Monday.
Did I forget Kazuya was the last character that came out? お知らせします。残念ながら現物が手元にないのですが、まずスティーブのアミーボが2022年春に発売予定です。僕を見ましたが、まさしくスティーブ。どこから見てもスティーブ。No matter which way you look at it, Steve. Boo, I don't care about Minecraft and I don't care about Amiibos. Boo. 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 Boo.キングダムハーツの各種シリーズが任天堂スイッチでも遊べるようになるそうです。なんとクラウドゲーミング方式によってあのキングダムハーツ3まで遊べるようになるということです。対応タイトルが3つありまして、キングダムハーツ HD 1.5 プラス 2.5 リミックス、これは初代と2のカップリングで、Well, I know how I'm playing them now. 関連作品もあります。次はキングダムハーツ HD 2.8 ファイナルチャプタープロローグ、これはつまりキングダムハーツ 3D のリマスターがメイン。 3D ことドリームドロップディスタンスは 3DS で出ていた作品です。そしてキングダムハーツ3、いわゆるダークシーカー編の完結を迎えます。つまりこれらを遊べば空の足跡は全て取れるということです。私はこれらをすでに遊んでいますが、全部クリアするのはかなり骨太な体験になると思います。凄まじいボリュームで。 I'll do it. I'm fucking playing. I'll stream it. 配信時期については結構お待ちください。というわけでいよいよお開きです。From next to clap. Okay.大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの最後の放送が終わりました。本当に終わるんだな。仕事を重ねていればいつかは達成できるということでしょうね。私のツイッターで今日の1枚と称してスクリーンショットを上げていますが、冷静に見るとたった1本のゲームソフトから取られているとは思えない振り幅ですよね。それだけいろいろ作ってきたということではあります。今までの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの実績などを軽くまとめてみました。ご覧ください。 Damn, he's really done with Smash. I don't think Smash is done. 89 fighters, that's such a weird number to stop on. See, that's the thing that like weirds me out the most is 89? Why not like 100?No, like 90, like why 89? That's such a weird number. I'd like them just, if this is the last Smash game, just go to 100, man. Just go to 100. You can do it. Like, literally, just let the rest of the team handle it. Like, put Crash, Spyro, Geno, literally start putting people in. Another Pokemon, another Fire Emblem character, another Mario character, but like Shy Guy, just do it. Just do it. Put Waluigi in. Dude, just do it. 原作ゲームの世界、ファンなどがいるわけです。それを一手にお預かりし、制作をするというこの仕事は、他では味わえない、稀有で重大な仕事だったと思います。スタッフはもちろん、広報などを含む関係者、原作に携わった方々、Damn, he's really done. 支持してくださった方々、楽しんでくれた方々もすべて含め、お礼を申し上げます。どうもありがとうございました。最後に、空参戦ムービーの完全版、ゲームパートなどが加わったものをご紹介して、お別れにしたいと思います。皆様、今までどうもありがとうございました。Let's watch this again.
is crazy. Dude, this is crazy. They really did get the shit from Disney. They really got it. But look how handsome Link is, damn. Oh my god, guys, look, it's a Fire Emblem character! I knew it! It's a Fire Emblem character! Anime Swordy, fuck yeah! It's a crime that Simple and Clean is not in the game. Unless the... What is Simple and Clean in Japanese? That's such a cool victory screen animation. Smash Ultimate X Disney. So is Ultimate the last Smash game? So Ultimate, they're done with Ultimate. That's what they said. The last presentation. Yeah, I think they're done with it. Well, maybe. Like, it's still, to me, it's still a maybe. There's still a maybe. Are they actually done with it? Sakurai is. But, like... There's still a whole team that's not Sakurai. I wouldn't be the same, but like, is there somebody else? Other people? Who are going to do another fighter pass? Like, I could see it. I can personally still see it. And other than that, what about just another Smash game? You know, like, I feel like Smash is a staple. How Mario Party, Mario Kart, how like all that stuff is. Like there's a new Mario Kart that comes out all the time. There's a new Mario Party that comes out all the time. And like with every console there's a new Smash game. So if they, you know, if they really do keep the Switch around for so long. Like they said they want to last like 10 years. Which I think it can. But yeah, if they really do,
then they really don't have to make another Smash game for like a long time, which, yeah, I mean, like, they don't have to, but is there still one more, or like, is this still another Smash game? Is the Smash series going to continue, or is Ultimate really the last one? See, that's like, that's where I'm at. I'm like, I don't think this is just the last thing we ever get from Smash ever. I mean, if it is, they did it right. I'll say, I think they did it right. Just give the fans what they want. Here's the most requested character. Boom. And probably the hardest character for them to like get the rights to. Boom. Enjoy. I think the only other character, like, if they did do another Fighter Pass, the only other character they could end things off with would have to be Crash Bandicoot. There's no one else I could see. Unless it was some, like, crazy wacko shit, like Master Chief or something. Well, damn, dude. Well, damn. Look at the... Oh, he's not here yet. Lame. I was hoping he'd be on the website. Crazy, man. Crazy. I wish the gameplay was better. I wish I enjoyed the gameplay a lot better. I really do. Because, like, look at this. This is so crazy. There's all of these different characters. Like, damn. Like, damn. All of these guys? Okay. I'ma do it. I'm gonna do it. Smash Ultimate DLC tier list. Oh, no. Not like the characters who are in it. This isn't quite what I want. But it's what I'm gonna use. Hey, all the DLCs are here. Okay, I'm gonna rank the DLC, including Plant, because I guess he's DLC. Is he? I guess he is. Okay. Here's the DLC, guys. You guys wanna see? This is my how excited I was, am/was for them to be in the game. Tier list, and then Sora. Love them. Sora here. What the? Let's just do this. What the hell? Whatever. Like them. Don't care. And then just boo. Boo. DLC. Alright. Plant, I like it. Yeah, Plant, I like it. Joker, I like him. I think I don't like Arson, but Overhaul is really cool. I love Hero. Hero's great. What amazing DLC. So this one's gonna be hard for you guys to accept, but I don't like Banjo. I don't care about Banjo. Soul, as a character,
really glad he's in. Banjo's cool. But his moveset is the most forgettable, boring, just like bleh ass moveset I've ever seen. Literally just like bleh. Like boo. Like boo. Boo the moveset. Just the moveset. That's it. That's really it. Terry the same thing. I don't care that they add more fighting game characters, and you know, I don't really care about King of Fighters. I just fucking hate this character. I just fucking hate Terry Bogard. You know, fuck it. I fucking hate you. I hate you in Smash. Fuck yeah, Byleth, the best addition in the game. Suck my dick. Boo Min Min. Boo Steve. I feel like you guys should be here alone. I'll put you there alone. Sephiroth, hell yeah, all about him. I'm gonna put him on like Pyramitha, hell yeah. And Kazuya, I'm gonna put him on like him. I like him. I think out of all the fighting game character picks, he's my favorite, including like Ken and Ryu. But he's a little broken. IMO. All the DLC's broken. Whatever. Okay. Yeah, I like this. So this is how I feel about the DLC. I like the swordies. Suck it. I love the swordies. Suck it. I like all these guys. Sephiroth's probably my favorite here. I just don't. I wish he wasn't so, just like, he's so DLC with his moves and everything. That just feels like I don't like the characters that are like so DLC. Mithra, Pyra are definitely a little bit. They're getting there a little bit, but also not really. I think they're just really good. I think they're just really good, but not like. I don't feel like they're DLC. I feel like they're just really good characters. Like, I don't feel like they're like extra shit that like ruins the game. Like you kind of have, and you kind of have, and you kind of have, and you have, and you have. Whatever. Byleth's the best addition in the game. And you all can suck it. All right. See you later, everybody. Thanks for tuning in.